クリー。クリー、クリー、クリーは、ソニーが開発、製造、販売していた、パーム OS を搭載する PDA。クリーとは、コミュニケーション・リンケージ・フォー・インフォメーションエンターテインメントの頭文字を取った像モデル。2005年7月出荷終了。オリジナルのパーム OS の機能に頼らず、独自の拡張によって、いち早く公開像度。 のカラー液晶を搭載し、デジタルカメラを搭載するなどした端末を発売し、画像や音楽プレイヤーとして使える、マルチメディア路線を選んで成功を収めた。同社では、クリーを、パーソナルデジタルアシスタンツではなく、パーソナルエンターテインメントオーガナイザーとしており、ビジネス用途としてよりもむしろ、エンターテインメントツールとして、これまで PDA と縁のなかった層の人々によって、 使われることを想定している機種が多かった。もともと PDA は使える電力に限りがあり、高速な CPU を積んで動画処理を行うには向いていない。また、パームというデバイスは電池交換あるいは充電1回で長期間使えることに重点が置かれてい,い、マルチメディア思考ではなかった。ながソニーはクリーに比較的高速の CPU を採用した。 電池寿命は、同社が、それまでに培ってきた、省電力技術を凝らして、対処を図っていたと推測される。また、PEGN700C 以降は日本語表示が、綺麗な320-320ドットの、ハイレゾリューション、以下ハイレゾ液晶を搭載、他のパームメーカーを、日本市場から撤退させた。また、外部メモリとしては、同社のメモリースティックを採用。 自社製品とのシームレスな連携を謳っていた独自の仕様変更のため Mac とのシンクにはサードパーティーによるツールが別途必要なった。中には CF メモリーカードを外部メモリーとして利用できる機種もある。オーソドックスなパームスタイルのモデルには固執せず本体下部の上下スクロールボタンとソニーを得意のジョグダイヤルを搭載した上で機能を分けてみたり、 TJ25 などの後期モデルでは、ジョグダイヤル自体を上下スクロールボタンの位置に埋め込み、上下左右の入力を模索した。PEG-NX80V など、本体を開くと、キーボードが現れるモデルも発売された。グラフィティ領域が固定的ではなく、画面の一部に表示される、バーチャルグラフィティとも呼ばれる形式のモデルもあり、さらには漢字、カナを直接入力できる。 デクマ手書き入力ソフトウェアを搭載している機種もあった。日本向け端末には日本語入力システムとして ATOC ポケットを採用している。PEGN700C などの音楽再生に重点を置いたモデルにはウォークマンのようなリモコン付きイヤホンが標準装備されていた。PEGUX50 などの横長のワイド液晶モデルに至っては、いわゆる電子辞書のようなスタイルで、 他の一般的なパームデバイスとは異なる外見をしていた。VFS、バーチャルファイルシステム、画面の縦横切り替え方式など、ソニーが提唱した方式をパーム OS に採用されたことなどがあったが、各パーム OS 採用メーカーにおけるハードウェア的、追加部分の際、ソフトウェアの共有がなされていなかったことなどから、パーム OS としての共通化っ離されなかった。 パーム OS を含めた PDA 全体の進化がスマートフォンに施行したことでトレンドから外れたクリーの高機能化路線は海外の個人ユーザーに受け入れられなくなり2004年6月には同年秋以降の海外での新機種投入の終了を発表したその後も日本国内では動画や写真の閲覧に重点を置いた PGVZ90 を発売したが 2005年2月には同年7月をもってすべての機種の生産を終了することを発表。これによりパームメーカーは日本市場から完全撤退となった。2000年発売パルモス3.5搭載初代クリーパームにジョグダイアルメモリースティックスロットを加えた。ハードウェアボタンが手でもスタイラスでも押しやすくデザインされている。PEGS500C はカラーだったが バックライト用 L の性能から非常に暗かった。PEDS300 は後に Bio PCV LX30 BP とのセット販売が行われた。2001年発売。パルモス3.5搭載。二代目クリー、初代機に比べソニーらしさを全面に出し、音楽再生機能、アトラック3とハイレゾ液晶を搭載。このハイレゾ液晶は、パーム OS では、 比較的新しい試みだったため、既存のアプリケーションとの互換性が懸念されたが、当時は PDA が再生期だったこと、ユーティリティ等で対処ができたこともあって、大きな問題にはならなかった。後に、優勝で、音楽再生機能の MP3 形式対応、パルモス4へのアップグレード対応などが行われた。2001年発売、パルモス4搭載、PEGN700C から、 音楽機能を省いた買いモデル。パルモス3.5の N700C と併売されたこともあり、OS のバージョン差による性能差を批判する意見もあった。カラーバリエーションとして、ラベンダーパープルが存在。バイオと色系統が同じこともあり、セットで購入する人も多かった。後に音楽再生機能を付加するアクセサリーが発売された。2001年発売。 PEGN700C を MP3 対応、Palmos4 にアップグレードし、一部仕様を改善したマイナーチェンジモデル。2001年発売、Palmos4 搭載、薄型化、FM 音源搭載、遊びの多かった拡張コネクタの改良、リモコン用 LED の新設等数々の改良を行った意欲作。その反面薄型化によるホールド感の低下や、 駆動時間の減少等の対抗点もあった。両機種とも音楽再生機能は、非等剤のため、PEGN750 シートの併売がなされた。T400 は、ハイレゾモノクロという新しい液晶を搭載し、白と黒のはっきりとしたコントラストが特徴だったが、その反面、液晶反応速度の低下による残像の発生という、新たな問題点も抱えていた。このモデルから公式に、 周辺機器利用による CF 型 PHS の利用がサポートされた。2002年発売。パルモス4搭載。クワーティキーボード搭載。折りたたみ型クリー。これまでにない斬新なスタイルでパームデバイスの新境地とも呼ばれた機種。液晶、タッチパネル部が180度回転し、広げて使う、閉じて使うという二通りの使い方ができるというウィングデザインのほか、 キーボードとソフトウェアグラフィティを搭載。これらは後のクリーシリーズに引き継がれている。OS にはパーム OS バージョン4.1を、CPU にはドレアゲンブルスーパー VZ66MHz を使用。PEGNR70V には10万画素の CMOS イメージセンサー、カメラ機能が備わっている。ソフトウェアキーボードやカメラ機能、メディアプレイヤー機能、 320-480? ドットのワイドハイレゾ液晶などエンターテインメント志向で PDA を使い慣れていないユーザーの獲得を狙った商品だがそれまで PDA を使い慣れていた人々からは押すとすぐにメモ帳やアドレス帳などが起動するハードウェアボタンがキーボードと同じ面にあり画面を閉じた状態で使用しているとすぐには押せない位置のため不便であるボディが厚く重い 駆動時間が短いなどの批判的な意見も述べられた。2002年発売、パルモス4搭載、PEGT600C をモデルチェンジし音楽再生機能の負荷、CPU を NR70、70V と同等のドレアゲンブルスーパー VZ66MHz に引き上げたモデル。上記の性能アップにもかかわらず、バッテリー容量は変わらなかったため、駆動時間が さらに減少。2002年発売。パルモス4搭載。カジュアルに気軽に持ち運びできるように改良された機種。ウィングスタイルではなく、キーボードも搭載されていない。ファミコンのコントローラーのような付属アクセサリーを付ける。ことで携帯ゲーム機にもなることが売りだった。2002年発売。パルモス5搭載。クワーティキーボード搭載。 折りたたみ型クリー NR70 の後継機種。OS に、パーム OS バージョン5.0を、CPU には、インテルプクサ 250-200MHz を採用した。ウィングデザインや、ハードウェアキーボードなどはそのまま継承された。NR70 との、主な違いは、カメラ、PEG-NX70V の未搭載が31万画素に、 なり、音声付け動画を録画できるようになったこと、通信専用のコンパクトフラッシュカードスロットを搭載したことなど、コンパクトフラッシュスロットがメモリカード非対応だったため批判の声があった。OS が変わったことによるソフトウェアの不具合、調整不足等もあり、後に5 0 0ロビット超にも及ぶシステムアップデータ等、ソフトウェアのアップデートが次々に行われた。パルモスご搭載。 クワーティキーボード搭載、折りたたみ型クリー、エンターテインメントツールとしてのクリーシリーズの集大成とも言える機種。NR に始まった、ウィングスタイルを継承しつつも、カメラが200万画素の CCD カメラになり、Bluetooth を内蔵。カメラは従来機と異なり回転はしない。ハードウェアキーボードの下に、ファリサリーダーを内蔵し、この部分に、スイカやエディカードをかざすことで、 その残高などを紹介できる。フラッグシップモデルだけあり、機能も盛りだくさんだったが、その分カメラ使用時の駆動時間が短いなど詰めの甘さも指摘された。パルモスご搭載。NZ とは対照的にビジネスシーンでの使用を想定したスリムな機種。ウィングスタイルではないが、上部に液晶、下部にハードウェアキーボードを備えている。そのため液晶が 若干小さめで、グラフィティエリアは標準では表示されない。本体保護用にフリップが搭載されたが、開くと NX と対して変わらない。専有面積になるため、外して使用する人も多かった。Bluetooth とボイスレコーダーを内蔵。音楽再生機能を有していたが、リモコンは搭載されていない。パルモスご搭載。クワーティキーボード搭載。折りたたみ型クリー。 NX70 の後継機種。これまで通信機能限定だったコンパクトフラッシュをデータ保存メモリとして使用できるように改良を加えた。また、手書き認識ソフトとしてデクマ手書き入力を搭載し、グラフィティを用いないでかな漢字による入力を行えるようになったほか、カメラの画素が130万画素、PEG NX80V のみになり、 ハードウェアキーボードにバックライトを搭載した。NX80V はメモリを増量し、16MB をフルにユーザー領域に使用できるようになった。パルモス4搭載。PEG SJ30 の後継機種。音楽再生機能の追加や CPU をドレアゲンブルスーパー VZ66MHz に引き上げるなど、基本機能の充実を図った。 バッテリー駆動時間が15時間に伸びた。t g 5 0のようにフリップが付き、カラーバリエーションとして多数のラインナップが展開された。2003年8月に発売。パルモス5.2搭載。クワーキキーボード搭載。折りたたみ型クリー、クリーのウィングスタイル同様の液晶部分が回転するスタイルを採用し横型だった。2002年12月に。 シャープから発売されたザウルス SLC700 とほぼ同じ形を取り、さらに世界最小、最軽量を歌った機種。ノートパソコンを小型化したような外観をしており、ウィングスタイルなので、液晶部分を回転させ、畳んだ形でも使用できる。Bluetooth、無線 LAN、フルキーボード、31万画素の回転カメラのほか、約 22M の内蔵メディアを搭載した。この機種から、 OS の仕様が変わったため、FM 音源が非搭載になった。この機種から手書き入力ソフトグラフィティが、グラフィティ2に変更された。パルモス5.2が搭載されている機種には、グラフィティ2が搭載されている。2003年10月に発売。パルモス5.2搭載。デジタル手帳として販売され、手帳の置き換えを狙ったモデル。実質、SJ33 の後継機種で、 6色カラーバリエーションが展開された。パーム OS5 モデルで唯一音楽再生機能が省かれた。2004年発売。パルモス5.2搭載。PEGTJ25 ベースに作られたモデルでメモリが 16M から 32M になり、カメラが搭載され、音楽プレイヤーとしても利用可能である。同時発売の p g t h 5 5の売れ行きが、 好調だったため、こちらは早々に生産終了になった。2004年発売。パルモス5.2搭載。ストレート型で初めてワイドハイレゾ液晶。ソフトウェアグラフィティを搭載した。標準色のブラックの他に限定色のセレブレートも存在する。無線 LAN を内蔵し、フォトシンクも無線 LAN で行える。クリエオーガナイザーと呼ばれる紙の手帳の使い勝手を。 目指したソフトウェアが搭載されていたが、この機種の CPU、ソニーハンドホールドエンジンでは、力不足のため、動作が緩慢だった。欧州版は Bluetooth を搭載しているが、日本版には搭載されていない。駆動時間がシリーズ中で最長と推測される。メモリースティックロムによる辞書ソフトを同梱した派生モデル p e g t h 5 5 d k も発売された。 2004年9月発売、パールモス5.21搭載、480-320ドット表示対応3.8型のカラー UKL ディスプレイを搭載し、動画や写真の閲覧に特化している。事実上、日本語、パーム PDA 及びクリーの最終製品となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。